はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日の動画のですね、お話は、おばあちゃんの涙という、まあ、タイトルになってると思います。はい。また出た。なってると思いますね。こういうタイトルになってると思いますとおかしいよね。毎度言うけどね、僕は動画をある程度取りだめして小出しにして出していくスタイルなんで、結構忙しいんでね、一気に撮る暇の時に撮ってっていう感じなんですよね。だからだいぶこの撮影時とアップロード時で時間が空くんですよ。そうだから、なんか今考えてるタイトルとアップロード時のテンションが全然違うんで、だいぶタイトル変わるんですよね。だからまあ毎回言うけど、そういうタイトルになってんじゃないかなっていう、あくまでも予測なんですよね。はい。まあ、おばあちゃんの涙っていうことで、どういう話かと言いますと、まあ別にしんみりする話とか悲しい話とかじゃないんですけど、まあちょっと前にですね、で、なんであれ実家帰ったんだっけな。そうそうそう、あれだ。まあ母方の方のおばあちゃんがですね、まあ老人ホームに今入ってるんだけども、なんでかは知らないんだけど、なんか俺の実家に一泊ね泊まりに来たんですよ。そうで、なんかまあそれを母親から聞いたんで、まあ、顔出そうかなと思って、そうまあかなり前にその老人ホームには僕会いに行ってるんですけど、まあまだ結婚前の嫁、今の嫁さんね、結婚前の今の嫁さんを連れて、まあ老人ホームにまあ会いに行って、で一緒に飯は食いに行ってるんですよね。でも数年前だな、付き合い始めてどれぐらいだったか忘れたけど、そうまあでもだいぶ前だったんですよ、最後に会ったのが。でまあめったにね、そのまあ顔も見れないし、まあ結構もう高齢なんで、まあうちの実家に泊まりに来るんであれば、まあ僕もまあ顔見たいし、まあ結婚してからは会ってなかったんで、じゃあ俺もちょっと顔出そうかなってことで、まあ夜行ったんですよね、嫁さん連れて実家に。はい。で、そのまあ久しぶりに母方の方の おばあちゃんと会って、そう。でもうだいぶ耳もね、遠くなって、なんか目も見えなくなったなんつってね、ほんと耳なんか聞こえない。全然会話になんなくてさ、はい。この俺のでっかい声だって全然聞こえないんだから、これだいぶもう末期だなと。で、目も見えないって言うから、これ何本に見えるなんて言ったら、さすがにそれは見えるなんて言ってたけど、まあそんなこんなでね、ちょっと実家にね、おばあちゃんに会いに行ったんですよ。で、まあ俺の嫁さんのこともまあ覚えてて、まだね、ボケちゃいないですね。結構そういう思考ははっきりしててね。そうそうそう。まあだいぶもう高齢で80何本って言ってたっけな。はい、そうそう。でまあ結婚前に昔一緒にご飯食べたよねなんて言っててね、おばあちゃんが、ああじゃあ覚えてたんだっつって、そうで、まあ俺の嫁さんとなんかおばあちゃんでなんかわーきゃしゃべってたんですよね、俺の嫁さんとそのおばあちゃんが。はい。俺はちょっとお勝手の方でなんかなんか食ってたな俺確か、なんかもぐもぐしながら、はい。でちょっと俺は、そのばあちゃんと嫁さんから若干目を離してたんですけど、そう。で、まあね、やっぱり僕の実家なんで、まあ嫁さんもやっぱりそこにいると疲れるじゃないですか。まあね、結婚して家族になったとはいえ、やっぱりね、まあ、なんていうんですかね、言葉悪いとね、他人じゃないですか。言葉悪く言うとね、うん、俺はそういうふうには思わないけども、まあやっぱり、疲れますよね。うん。だから、もうそろそろ上に救出しようと思って、よし、じゃあもうちょっと俺の部屋片付けに行くか、つって、まあ、ちょうど良さそうなところで上に連れてったんですよ、嫁さんを。はい。じゃあちょっと俺片付けてくるからさ、じゃあおばあちゃんまたね、つって、そう、嫁さん連れて自分の部屋に行ったんですよね。で、嫁さんに悪いねって、だいぶ喋らしちゃって疲れたでしょ、つって、そうそうそう。ね、まあもうそろそろ疲れただろうからね、部屋片付けるっつって上に抜け出させたけど、どうだった、大丈夫だったっていうふうに聞いたら、
いや全然全然大丈夫だったっていうか、まだまだ話足りないぐらいだよなんつって言ってくれて、まあ気遣って言ってくれたのかもわからんけども、いやすごい良かったよ、楽しかったよ、なんてもっと喋りたいかったよなんて言ってくれて、でなんかその中でなんかもうねえ本当になんか私も泣きそうになっちゃったよなんつって、嫁さんがなんでやねんつって、なんでばあちゃんと話して泣きそうになっちゃうんだよ、そら、いやおばあちゃんもなんか泣いてたよって言うから、えっせ、何泣きつって、なんでそのそこの君らが話して何泣きなのそれつって、分かんなかった、よく分かんなかったから、はい、何泣きなのっつったら、なんかねそのいやよかったよっつって、健太もなんかねばあちゃんがね、うん、健太が落ち着いてくれて、いやこんなねいいお嫁さんもらってなんか穏やかになってくれてよかったよなんつって泣いてたよなんつって、うん、あらそうと思ってね、落ち着いてよかったっつって泣いてたのっつって、うん、でもよかったよかった安心したよっつってね、なんかね泣いてたよって言うから、嫁さんがそうかと思って、正直その会話を聞くまでね、まあ母方のおばあちゃんとは僕は一緒には暮らしてなかったんで、そうそう、まあ子供の時は毎月ね遊びに行って会ってはいたんですけど、だいぶ年齢、まあ、10代後半にとかに差し掛かってからは行かなくなっちゃったんですよね、その母方のばあちゃん家に。ああまあたまに行ってたけども、そうでもほとんど行かなくなって、だからそんなになんか頻繁に顔を突き合わせてたわけではなかったんですよね。だけどそんななんかいやよかったよ落ち着いてくれて安心したよなんつって、まあ、涙流されるほど俺心配されてたのかななんて思っちゃって、だってさほど顔合わせてませんから、まあで僕10代後半からもう20代のどれぐらいかな半ばぐらいまでは割と家族と疎遠と言いますか、まあねえちょっと僕もいろいろありましたし、なんかぽっかりちょっとそのなんていうんですかね、家族との交流が空いてる時期があるんですよ、はい、10代後半からねどれくらいかな23、24ぐらいまでかな、だから6、7年かな、6、7年ぐらい結構家族から離れてた時期があって、まあ男の子ですからね、そういう時期あるじゃないですか、はい、でなんか自分の中ではそんなに正直家族に心配かけてるっていう感覚がなかったんですよね、だけどもまあ今回その嫁さんとまあおばあちゃんとの会話の中で泣かれるほど心配かけてたかなって、でちょっと自分の中でもまあ、びっくりしたんで正直言ってと思って、で記憶をいろいろちょっと遡ろうと、まあ物思いにふけったんですよ自分の中で、そんなだったかなと、そんなまあ、母方のばあちゃんの方に心配俺かけてたかなと、どうだったっけな、そんなかなって、って結構ね真剣に寝る前とか考えたんですよね、はい。でもそしたらね、まあ動画に確かしたと思うんですけど、何歳の頃なのかな、本当にもうこの年になるとなんかはっきりした自分のなんか年齢とか自分史を思い出す時に年齢がはっきりくっきり思い出せないんだけども、何歳の頃だったのかな、まあ20歳前後かな。そのなんかねやっぱヤクザモンとかとよくヤクザモンって言い方やだな、まだねやっぱりその仲いい人仲いいから、そうまあヤクザの方とかと結構そのまあ一緒にいてね、で一時その射程みたいなのをやってた時があったんですよね、期間とか忘れちゃったけどもまああったんですよ、用心棒やったりとかもねあったし、なんかまあいろいろそういう時期があって、で確かにね、なんかその、まあ母方のその、おばあちゃんち、まあ母ちゃんの実家ですよね。その辺のヤクザの射程をやってたんですよ。はい。
で、思い返してみたら、まあそこの、その、まあ、兄貴分みたいな人の、なんか、まあ、義理事じゃないけど、なんかそういうね、その人関係のなんかがあるときは、まあそっち行きますから、で、結構そこで酔っ払ったりとか、その後に、帰りとかに酔っ払ったりして、俺結構ね、まあ、そのばあちゃん家に俺行ってるんですよね。思い返してみたら。はい。そう。で、まあ、暴れたっていう表現も嫌だけど、まあ、僕結構お酒が入って、深酒すると、結構なんかそういう、なんていうんですかね、良くない酔い方する人だったんで、まあ、時期的なもんもあったんでしょうけど、なんかね、断片的な記憶しかないんだけど、俺、ばあちゃんちの台所で暴れてる、なんか記憶があるのよね。まあ、なんで、それが何回あったかとか、それはわかんないんだけども。で、まあ、後からね、その時の話聞いたら、誰かが言ってたんだけど、やっぱ心配結構してたらしくて、自分の中ではさほど正直なんか、まあ酒も入ってるし、なんかそんなに、なんだろうな、ひどい記憶として残ってはいなかったんですよね、その時期って。だけどまあやっぱそういうこともあって心配してたんだろうなってね、思って、今更だけども、もう本当に10年どころじゃねえな、もう10年以上とか、10年ぐらい前なのかな。10年から15年前の話だから、もう本当に断片的な記憶しかないんだけど、まあ多分心配かけてたんだろうな。で、意外とこっちは心配かけてるとか、なんかそういう、まあ当時自分のことでいっぱいいっぱいなんで、そういう感覚ってあんま持ってないことが多いじゃないですか。だけど、思ったよりも、やっぱ、家族の人って、まあ、気にかけてくれてるんだなーってね、今回ちょっと改めてね、思いましたね。まあ、自分が大人になった時に、まあ、姪っ子だ、甥っ子だ、まあ、自分のね、娘、息子が生まれてるか生まれてないかわかんないけども、まあ、自分の血のつながりのある家族がそういうね、荒れ方して、それを見たときに、まあ、やっぱね、心配になるでしょうね。自分も。そう考えると、やっぱ10代後半から20代中盤、まあ、30手前ぐらいまでかな。一番ひどかったのは20代中盤ぐらいまでですよね。その頃はだいぶ心配かけてたんだろうな。家にあんまり帰ってなかったとはいえ、ねえ、やっぱりねえ、なんか、まあ、それも含めなのかな、わかんないけども、なんかちょっとね、ああ、そうだったのかっていうことで、まあ、なんか自分を見つめ直す、またきっかけじゃないけども、なんかそういうことがありました。でもまあね、終わり良ければ全て良しじゃないですけども、まあ、家庭を全部ないものにはできないけども、まあ、結果としてね、一応今は、まあ、奥さんができて、まあ、だいぶ穏やかになりましたし、だいぶっていうかもう、かなりになったよね。今の自分からは想像できないぐらい、当時はおかしかったんだろうね。そう。だからまあ、それに比べたら、まあさっきも言ったけど、終わりよければ全てをしてないけど、まあ安心したよってばあちゃんも言ってくれてるし、まあよかったのかな。結果オーライだったのかな、とは、勝手に今、落としどころつけてるんですけど、だってその時の結局経験とかね、その時に気がつけたことがなければ、今こんなに穏やかに暮らせてないと思いますし、まあある程度ね、世の中の物騒なことに関しては、まあ免疫もつきましたし、まあ、ラッキーだったのもあるんですけどね。でね、まあそんな困難があってね、
結構ね、もう自分の中でもいろいろと、まあ正直正社員、まあ、会社勤め辞めた時に結構自分の、まあ、ライフプランみたいなのはね、あったんですよね。まあ自分で商売やりたかったし、そう、いろいろあったんだけども、なんかどうなのかなって、いろいろちょっと自分の目標も変えないといけないのかなっていうのを結構最近ね、考えてるんですよね。まあ、僕はおそらく性格的に、まあ商売には多分向かないと思うんですよね。その対面の商売っていうんですかね。いや、すごい人と関わるのは好きなんですけど、まあすごい好きっていうか、多分特別好きだと思うんですよ、人と関わるのは。だけど、多分限定的なんですよね、僕が好きな人との関わりって。自分がまあある程度好きだなって思える人、まあね、一緒にいて楽しいなって思える人で、この人とはもっと会話をしたいなって思える人とのコミュニケーションは、まあ、すごく、まあ、好きだし、積極的に行っていきたいなと思うんですけど、僕嫌いな人とか、まあ例えばマナーの悪い人とかね、あとはちょっと人間的に、まあネットのアンチヘイターとかさ、まあちょっとこいつ人間的にちょっときついなってやついるじゃないですか。なんでそんなね、性格悪いことすんのかなとか言うのかなみたいな人いるじゃないですか。まあ客商売やってたことある人ってわかると思うんですけど、クソだなっていう人いるじゃないですか。そういう人たちのコミュニケーションはめちゃくちゃ嫌いなんですよ、俺。で、街でそういう人がいたらやっぱりね、トラブルし、そう。で、実際自分が結局客商売やした時もだいぶトラブりましたから、客と。我慢できないんですよね、カッとなると。だからその性格を結局やっぱ一番自分が分かってますから、自分でお店を持った時に、なんかトラブルになる気しかしないんですよね。まあ一番いいのは自分がね、単なる経営者として、まあなんていうんですかね、表舞台には出ない、それだったらまあまだわかんないけども、でも自分が結局やりたかったことって、自分がそのまあお客さんの前に立って、っていう、そういう方だったんで。なんか家族とかね、まあ、特に奥さんですよね、のなんか安心とか心配かけないってことを考えると、なんだろうな、なんか俺は商売やんない方が本当は身のためなのかななんてね、思っちゃったり、まあ今のこの一番穏やかな生活を結局崩したくないんですよね。そう、たまにね、やっぱり穏やかに、自分がね、穏やかになったとはいえ、やっぱたまになんか、自分でもなんか、ああ、昔の良くないとこ出てるなーっていう瞬間はやっぱありますから、特にやっぱそれはカッとなった時ですよね。だからなんかいろいろちょっと、ライフプランをね、今見つめ直してます。何が自分にとって、自分の家族、まあ、自分の身の回りにいる近い人にとって一番最善なのかっていうのをちょっと見つめ直して、自分のやりたいことを優先するんじゃなくて、まあ一番その調和が取れる方法、生き方、身の振り方をちょっと今模索してる感じですね。そんな泣かれるほど心配してた、されてたんだっていうのをね、あんなにさほど会ってなかったばあちゃんですらそれだったってことは、まあ、母親とか父親とかね、まあ近かった父方の方の祖母ね、とか親戚とかはもっともっときっと心配してたんでしょうからね。で、同じ気持ちにやっぱね、今度は今の奥さんをね、させちゃいけないし。かといって、やっぱね、三つ子の魂100までですから、
なんかすごいそういうトラブった時に、いや葛藤するな、我慢しろって言われたって、我慢できてない自分しか想像できないんですよね。これはなんかもう大人になろうがなる前が、精神が、なんか精神レベルが高くなろうがなる前が、なんかここは変わらないんじゃないかなっていう気しかしないんですよね。はっと我に返った時はっていうやつなんですよ、本当に。あの表現としては、はい、まあ、だいぶコントロールできるようになりましたけども、それでもちょっとのっぴきならない時はちょっとどうなんだって自分でも分かんないんで、そうちょっとね、いろいろ今見つめ直してます、はい、そうならないようにする生き方でも、それで経済力っていうか、なんていうんですかね、自分の周りの生活も維持しないといけない、はいはい、それは一体何なのかっていうのもなんとなく見えてきましたけども、はい、まあ、それに向けてなんかやっていかないといけないなっていうね、そんな感じなんですよ。まあおばあちゃんの涙なんていうタイトルつけたお話でしたけども、うん、だいぶちょっとね、まあいろいろ考えるきっかけにはなりましたね。はい、まあ、奥さんと結婚した、奥さんと結婚したとおかしいなまあ今の奥さんと結婚したのもだいぶ自分の中で大きかったですけど、まあさらにね、そんななんか肉親に心配かけちゃってたのかっていうのもね、はい、結構まあショックだったっていう、ネガティブなショックじゃなくて、うん、なんかあ、そうだったんだっていう、うん、感じでしたね。はい、ということで、まあ長くなりましたけど、そろそろはい、おいとまさせていただきたいと思います。ちょっとこれからちょっと夜予定があるので、はいね、というわけで、まあ皆さん、特に若い人ね、意外と自分の身の回りに心配かけてるかもしれないよっていう、うん、自分はね、まあ若い時って本当自分のことで手一杯やと思うんだけども、まあほどほどにね、はい、ということで、まあケータ店長でした。はい、さよなら。